シェーマス・コールマンは、アイルランドキリーベッグズ出身のサッカー選手、ポジションは右サイドバック及び右サイドハーフ。プレミアリーグのエバートン FC に所属しており、アイルランド代表にも選出されている。元は、ゲーリックフットボールの選手であり、サッカー選手としてのキャリアは、スライゴ・ローバーズ FC で始まった。2011年に行われたネーションズカップで、A 代表デビューを飾り、 アイルランドサッカー協会が選出する21歳以下の最優秀選手には2009年と2010年の2度選ばれている。コールマンはドニゴール県にある港町のキリーベッグズで生まれた。サッカーよりも先にゲーリックフットボールを始める。16歳の時にはゲーリック体育協会の地元のチームでプレーする。一方、サッカーの方では地元のセント。 キャサリンズに所属しており、スライゴ・ローバーズとの親善試合で、相手チームから、スカウトされると、2006年10月のブランディオ・エル、スタジアムでのデリーシティ戦において、アダム・ヒューズとの交代で、リーグ・オブ・アイルランド初出場を飾った。当初、スライゴ・ローバーズでは、ロブ・マクドナルド監督から評価されず、リーグ・オブ・アイルランドファースト・ディビジョンのフィン・ハープスに、 移籍するべきだと話を持ちかけられたが、マクドナルド監督が2007年3月にチームを去り、ポール・クック監督が公認についたことが、彼は自分がまるでリーグで一番の選手であるかのように感じさせてくれた。自分を信頼してくれる監督がいることは、それが大きな違いになる。と解雇したように転機となった。なお、スイラゴ・ローバーズでは2008年5月のブレー。 ワンダラーズ戦で初得点にして唯一となる得点を記録している。イップスウィッチタウン、バーミンガムシティ、セルティックなどが関心を示していたが、エバートンで指揮するデイビッド・モイーズ監督の元同僚にして、スライゴ・ローバーズの元監督でもあったウィリー・マックステイの推薦を受けた。プレミアリーグのエバートンによって、2009年1月18日に遺跡金6万ポンドで獲得された。 エバートンでは足の水泡によって2009から10シーズン前に行われた合宿の大半を病院で過ごすことを余儀なくされ選手生命を脅かされていたが10月上旬のリザーブの試合でチームに復帰を果たすと22日の UEFA ヨーロッパリーグ2009から10でのベンフィカ戦において公式戦初出場を飾った同試合は 不慣れな左サイドバックでの出場の影響から苦戦し、マークしていたハビエル・サビオラに簡単に突破されて、得点を挙げられ、また、チームとしても大敗すると、散々なものだったが、プレミアリーグ初出場となった12月6日のトッテナム・ホットスパー戦では、ジョゼフヨボと交代での途中出場すると、クロスによって、 ルイ・サハのボレーシュートをアシストし、FA カップ初出場となった2010年1月2日のカーライル・ユナイテッド戦。では、右サイドを駆け上がりながらに選手をかわしてあげたクロスが、ティム・ケイヒルの逆転弾の起点となると、攻撃面で活躍を見せた。ブラックプール FC での昇格を祝うコールマン2010年3月に、当初は1ヶ月間のローンで、 ブラックプールに加入することになった。クリスタルパレス戦でデビューし、スカンソープユナイテッド戦で初ゴールを挙げ、以後、好印象を与えるプレーから4月には、シーズン終了までローン期間が延長され、また、その期間中に、保有元のエバートンと、新たに4年間の契約を結んだ。最終的にチームは昇格プレイオフの決勝に進出し、 カーディフシティに3から2で勝利し、プレミアリーグ昇格を決めた。ブラックプール時代に務めていた右サイドバックとは違い、エバートンに復帰後は右サイドハーフを務めることになったが、2010年9月21日のリーグカップでのブレントフォード戦でエバートンでの初ゴールを記録し、11月6日のフルスブラックプールを相手に、プレミアリーグにおける初ゴールを記録したのを皮切りに、 わずか2ヶ月の間に公式戦、合計5得点を挙げる得点力の高さを示し、2011年1月20日に、クラブから4年半の新契約を提示されるまでに、評価された。さらに、最終的に受賞を逃したが、4月には、ピエフェ年間最優秀若手選手賞に、ノミネートされた。なお、シーズン最終節のチェルシー戦で、トップチームのキャリアでは初めてとなる。 レッドカードによる退場処分を受けた。飛躍となった2010から11シーズンとは一転し、2011から12シーズンは定期的な負傷に悩まされていた。まず、開幕戦前のビジャレアル CF との親善試合において、相手選手、カルロス・マルチェナのタックルで人体損傷に見舞われると、 12月21日のスウォンジーシティ AFC 戦後には太ももを負傷。2012年1月に太ももの負傷が再発し、3月3日のクイーンズパークレンジャーズ FC 戦で戦列復帰するも同月末に FA カップのサンダーランド AFC 戦での衝突によって再離脱となった。翌2012から13シーズンは、 長年右サイドバックを務めていたトニー・ヒバートが負傷した影響によって第4節から本職の右サイドバックに復帰すると11月のレディング FC 戦でのように時折守備面に不安を覗かせながらも積極的な仕掛けを念頭に置くプレーで右サイドハーフのケビン・ミララスと共に右サイドで好連携を示しておりその結果2012年12月31日に クラブとの新たな5年半の契約につながった。ヒバート復帰後も、定位置を譲ることなくシーズンを終了すると、2013から14シーズンは、さらなる飛躍の年となっており、これまでのキャリアで最高となる公式戦7得点を上げたように攻撃面を向上させた末に、エバートンの右サイドバックとしては1988年のゲイリー・スティーブンス以来となる年間、 ベストイレブンに選出され、コールマンは、マンチェスターシティ FC のパブロサバレタ、チェルシー FC のブラニスラフ・イバノビッチの両名を、抑えての受賞に喜びを表した。さらに、クラブのファンと選手が選出する、最優秀選手賞の両方を受賞し、シーズン39失点に抑えた、ディフェンスラインの選手の一人であるコールマンを、ロベルト・マルティネス監督は、 サイドバックの選手としては、世界でもベストな一人だと称賛した。なお、クラブ記録となる72ポイントの勝ち点を上げ声で、シーズンを終えた、エバートンの選手の中で、コールマンは45回の得点機会を作り出し、チーム3番目の出場時間数を誇り、パス成功率は、チーム2番目となる88%であった。2014年6月26日に、クラブと、 新たに5年半の契約を結んだ。2018年1月、昨年におった、後述の代表戦での骨折から復帰。2018から19シーズンから完全に、回復し右サイドバックのポジションに就いた。10月には、襲撃を受けた宿敵リバプールのサポーターに、多額の寄付をし、リバプールから賞賛を受けた。2019から20シーズンは、 ピルジャギエルカの対談に伴いキャプテンに就任した。アイルランド代表でのコールマンまず、年代別代表では、U、U-18 代表として、センテナリーシールド優勝に貢献する。その後、U-21 代表、U-23 代表でもプレーし、前者では2007年の U-21、スウェーデン戦で、初出場を飾り、2010年8月の、 タラースタジアムで自身初にして唯一となる得点を挙げ U-21 トルコ戦においては首相を務めた。また同カテゴリーにおいては2009年と2010年の2年連続でアイルランドサッカー協会が選出する21歳以下の最優秀選手に選出された。2010年10月にジョバンニトラパットーニ監督によって A 代表に初招集され、 2011年2月8日にネーションズカップのウェールズ戦で初出場を飾る。初出場からしばらくは出場機会を確保するのに苦労しており、またクラブでの負傷も影響し、同年6月7日のイタリアとの親善試合を最後に2012年8月のセルビアとの親善試合まで遠ざかっていた。しかし、復帰以降はギリシャ戦で代表されるように、 序盤にトラパットオニ監督の賞賛を得、2013年5月29日のウェンブリースタジアムでのイングランド戦で、シェーン・ロングのゴールをアシストし、マイン・オブ・ザ・マッチに選ばれた後には、トラパットオニ監督が指導したイタリア代表の往年の名サイドバックであるアントニオ・カブリーニと、クラウディオ・ジェンティーレのレベルに到達する、可能性を秘めていることが示唆されるほどの信頼を勝ち取っており、 10月21日の2014。FIFA ワールドカップ予選でのドイツ戦では初めてキャプテンを任された。同年11月にトラパットオニ監督の後任としてマーティン・オニール監督が就任して以降も定位置を確保している。2016年10月6日の 2018FIFA ワールドカップ予選ジョージア戦で代表初得点を挙げた。 2017年3月24日の2018、FIFA ワールドカップ予選、ウェールズ戦において、後半26分、ニール・テイラーの激しいスライディングを受け、右足すねを骨折した。フランシスとスティービーの二人の兄がいる。フランシスとは、少年時代にゲーリックフットボールやサッカーで共に、プレーし、もう一人の兄スティービーもサッカー選手だったが、 脳性麻痺により引退し、2003年にスペシャルオリンピックスで銅メダルを獲得している。出展、出展、ありがとうございます。